皆さんこんにちは。今日3月12日の2つ目のテーマなんですが、これはちょっと少し前の記事なんですけど、毎日新聞にですね、3月7日に一段の小さな記事でこういう記事があったんです。安倍首相が国会の参議院予算委員会でですね、松田成文というその、まあ、今希望の党らしいんですけど、保守的な党の代表として松田成文さんが質問したんですね。どういう質問をしたかというと、その今の天皇が4月末に新しい天皇交代、まあ、5月1日に新しい天皇になるわけですけど、それをその上位なのか大位なのかという質問をしてですね、で安倍首相は天皇陛下は自らの意思で辞めれるのでないから、これは上位なんだと、あ、上位じゃないんだと、大位なんだというようなことを喋ったと。でしかもその特例を作ったと、その特例法に従って、こういうの交代がなされるんだと、こういう答弁なんですよ。で、私はこの記事の意味がですね、果たしてどういう意味なのかと率直に言ってわからないんです。上位と下位の違いがどうであるかわからないし、それからそもそもですね、今度の、ま、天皇陛下の大位、まあ、上位か大位か分かりませんけども、それが起きた時にですね、随分いろんな議論がありました。だけど率直に言って、私は天皇制のですね、しきたりとか伝統とか、あるいは今の新憲法の下の天皇制、以前の天皇制とのつながりがほとんど私は知識ないわけです。まあ今更聞けない質問ってよく言うんですけど、みんな当たり前のようにですね、知ってると思うことが意外に知られていない。で私はこの際ですね、日本の天皇制というのは一体何なのかということをですね、もっともっとオープンに国民的議論すべきだと思うんですね。で私はこの記事 の前半部分はそういうことで疑問なんですけど、最後に一言ですね、この記事の終わりにこう書いてあるんですよ。今の天皇はですね、去年12月25日の誕生日にですね、お言葉を発せられたと。でその時に天皇は上位するという、上位という言葉を使われていると書いてあるわけですよ。ということは天皇の言葉を首相の安倍さんが否定したということなんですね。これも大変なことなんです。つまり安倍さんは天皇の上にいるということなんですよ。でなぜ そうしたのかと、まあ、分からないんですけども、はっきりしていることは、安倍首相は天皇は自分の意思で辞めたんじゃないんだと、あくまでも特例法を作ってですね、その法に従って、まあ、退位されるということを言いたかったわけですね。で ということはですね、やっぱりその今の日本の制度っていうのは議会民主主義、議会制民主主義ですから、議員内閣制ですから、与党が法律を作るわけですね。それは安倍政権の率いる自民党が法律を作ると、そしてその法律に従って、天皇が、まあ、退位されると。天皇の意思で退位するんじゃなくて法律に従って退位されると、まあ、これ一見民主主義のように見えるんですけども、他方でですね、あの天皇ははっきりと2年前のお言葉でですね、自分はもう年を重ねてきてですね、思うように公務が進められないと、ですから、まあ、辞めたいとおっしゃったわけですね。でみんなびっくりしたわけです。で当然安倍首相もびっくりした。つまり伝統的な天皇制であればですね、いわゆる生前退位、ご健全なうちに辞めるということはありえないと、まあ、過去大昔に例があったとは言われてますけど、しかし明治以降一貫してですね、まあ、ありえないということで仰天したわけですよ。それで法律を作ってですね、まあ、今回だけは例外だと、これを次回以降の慣習にしないというような目的のために作ったと思うんですよ、あの特例法は。ですから、まあ、私はこの天皇制と議会民主主義、議会議員内閣制民主主義が果たして両立するのかどうかを含めてですね、もう一度議論すべきだと。でこれだけ大きな問題ですけれども、この国会答弁のやり取りをですね、誰も取り上げないと、
で、私はやっぱりどうしてもこだわるのはですね、民主主義はいいんですけども、安倍首相が天皇の意向を否定したというこの事実ですね。でもし今のような安倍首相がですね、どん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 と自分が何でもできるんだと、天皇よりまさに上なんだと、議会制民主主義だからだというようなことになればですね、もうこれは完全に首相、この国の首相がですね、我々国民の統合、日本の統合よりも上に立つということですから、これはこれでまた許せるかという話なんですね。ですからこの問題、天皇制、そして特に今の安倍首相と天皇陛下の関係で、さらに今度皇太子殿下が天皇になるわけですけれども、そのなる直前にですね、安倍さんは2月に、皇太子に内奏しているわけです。つまり世界の情勢をレクチャーした、あるいはまあ何を喋ったか分かりませんけども、言語を内密に知らせたとかですね、まあ、いろんなことが言われてますけども、今の皇太子が天皇になればですね、ますます安倍首相との関係において安倍首相が上に立つという気が私はしてならないんですね。ですから日本国民はですね、果たしてこの天皇制と今の首相の関係、そして将来の首相の、今の天皇の関係、将来の天皇の関係、これをもっともっとですね、大っぴらに公にみんなが議論すべきだと思います。